1860年代のワイルディングの写真、ベロニカ・ベロネーゼ・ロセッティ、1872年、アレクサ・ワイルディング・ロセッティ、1865年、アズマヤのある牧場・ロセッティ、1871・72年、右がワイルディング、左は、マリー・スパルタリス・スティルマン・アレクサ・ワイルディングは、イギリスの絵画モデル。ラファエル全般の芸術家、ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティのお気に入りのモデルの一人で、 1860年代後半から1870年代の彼の代表作の何作かに登場した。エリザベス・シダル、ジェーン・モリス、ファニー・コーンホースなど、彼の有名なミューズの誰よりも多く完成作品のモデルを務めた。ワイルディングについては、頻繁に取り上げられる、ロセッティの他のモデルであるシダル、モリス、コーンホースに比べるとほとんど知られていない。 ロセッチとタノミューズとの関係に対して、ワイルディングとの間にはロマンチック、または性的な関係が欠如していたことも、原因の一つと推測される。労働者階級の家族は、イングランドのシュロップ・シャーシュー・シュルーズベリーの生まれであるが、アレクサ自身は1847年頃に、サリーで一人っ子として生まれた。父親は、ピアノメーカーで、父親の兄弟は肉屋であった。 1861年の国勢調査によると、14歳の頃には、ロンドンのニューゲートマーケット近くのワーウィックレイ23に59歳の祖母、二人の王子、一人のいとこと一緒に住んでいた。彼女は女性労働者であったが、当時の生活水準は過酷なものではなかったと考えられており、読み書きもできた。ロセッチと関わるまでは、おばと一緒に暮らし、 女優になるという野心を持ちながら裁縫師として働いていた。1865年のある遊国、ストランドを歩いていた時に初めてロセッティに見出された。彼は直ちに彼女の美しさに感銘を受けた。翌日、海がアスペクタ・メデューサのためにモデルを務めることに同意したが、約束の日程には現れなかった。当時のモデルに対する背徳的な評判に、 彼女が躊躇した可能性がある。数週間が経ち、ロセッティは自分が考えていた絵のアイデアを諦めていた。それゆえ、通りで彼女を再び見つけたとき、この特定のモデルの用紙が重要だと確信した。彼は乗っていたタクシーから飛び降り、彼女を説得してアトリエに直行させた。他の芸術家も彼女を雇うかもしれないと恐れた。彼は専属のモデルとして、 彼女に毎週給金を支払った。二人は永続的な絆を共にした。八百八十二年にロセッティが亡くなった後、ワイルディングは経済的にはあまり裕福ではなかったが、バーチントンオンシーの彼の墓に花輪を捧げるために旅をしたと言われている。八百八十一年の国勢調査によると三十四歳のワイルディングはケンジントンのレッドクリフロード三十三に チャールズ・トネリー・ワイルディングという二人の幼い子供と一緒に住んでいた。チャールズ・ジェームズ・アーネスト・ワイルディングは1876年6月23日にハマースミスで生まれ、エレノア・ワイルディングは1877年9月3日に同じくハマースミスで生まれた。彼らの父親は不明である。この時点で、アレクサは地主と財産所有者としての地位を占め、 労働者階級の女性にとっては相当な業績を上げていた。ロセッティは1873年以降の段に当てた手紙の中でワイルディングの住宅事情について不満を語っている。きっと AW は彼女のこの狂った家を処分するでしょう。アレクサ・ワイルディングのために発行された死亡診断書は1884年4月25日における37歳での 死亡を記録している。死因は6日間にわたる腹膜炎と極度の消耗であった。16ヶ月前には、秘臓腫瘍と診断されていた。これは、以前に、ロセッティが彼女は病気だと感じ、座り続けるのを止めさせていた疾患とも思われる。彼女は、祖母のメアリーアンと名のマリーと共に、ブロンプトンボ地に埋葬されている。死亡診断書には、 死亡日は4月25日と記載されているが、破壊死には1884年4月24日と記載されている。ロセッティの絵画において、ワイルディングのエレガントなルックスと空気のような美しさは、ロセッティの別のモデルである官能的なファニーコーンホースとは対照的であった。ワイルディングのより洗練された特徴によって、ロセッティのパトロンであり、レディリリスの所有者である。 フレデリック・レイランドがオリジナルがあまりにも世俗的であるといった際にコーンホースの頭部は塗りつぶされてワイルディングに置き換えられた。同様にもともとは身長6フィート近い料理人をモデルとした絵画、魔性のビーナスは1868年1月にワイルディングの顔で塗り直された。ロセッティは彼女の多様な特質が 例えば、シビラ・パルミフェラのような美徳と、以前は、コーンホースのために予定されていた悪徳の双方の役割に十分な汎用性を有していると考えていたと推測される。ワイルディングの表現能力については、同時代の人々でも意見が異なる。ロセッティの助手であるヘンリー・トレフリー・ダンは、彼女について、表現の多様性は乏しい。彼女はスフィンクスのように座り、 質問されるのを待っていて、いつも漠然とした返事を返した。しかし、彼女は一見平坦な外面の中に深い愛情を持っていた。と述べている。一方で、ロセッティの弟であるウィリアム・マイケル・ロセッティは、彼女を多彩な表現ができるとみなしていた。段は、ワイルディングを全ての特徴が美しく成形され、 彼の構想に見事に合致した静かで柔和で神秘的な安らぎに満ちた美しい顔をしている。彼は彼女の美しい顔と金褐色の髪に打たれた。彼が長年求めていた非常に好みの顔だった。と語った。ワイルディングの特徴はロセッティの絵画から簡単に見出すことができる。赤い髪、長い首、完璧なキューピッドの弓の唇。 そしてエリザベスシダルの有名な広いまぶたと比較するとやや柔らかい目。しかし、祝福されし、乙女ではロセッティが亡くなった妻の目で描いたためにワイルディングの特徴はあまり識別できない。さらに、ワイルディングをモデルとしたロセッティの2点の絵画、レジーナ・コルディウム、聖杯の乙女は最初のモデルである防災シダルに似ている。彼の親友で、 美術評論家のフレデリック・ジョージ・スティーブンスによると、彼が彼女を描いた作品は、描写が多様であったが、正確に似ているとは思えなかった。ロセッティの絵画、ロセッティの素描、ありがとうございます。